今日は2021年11月9日というわけで、私ももかの誕生日でーす。というわけで今日は誕生日なんですけど、普通に学校があるので、今日も私ももかの誕生日の一日を入れたいと思います。でもね、誕生日って言ってもね、今めちゃめちゃテスト期間なので、そんな誕生日らしい誕生日はエンジョイできないかもしれないんですけども、テスト勉強しつつ頑張りたいと思います。しかもめちゃめちゃテスト期間なんでね、もうほんともうガチですぐテストだから、だいぶやばいですね。はい、じゃあ準備します。では朝ごはん食べていきます。今日はトースト、なんかピザトーストみたいなやつですね。いただきます。あと水、なんか中学生になったら全部が誕生日の時はちょうどテスト期間っていう、だからちょっとね、いいですね。はい、というわけでごちそうさまでした。パサおいしょ。ではちょっと顔洗ったのでコンタクト入れます。ちょっとスキンケアします。ちょっとまだコンタクトの動画悪くなったから帰ったんですよ。あと今日学校で歌のテストなんだ。帰れソレント。まあ普段だったら次この後着替えるんですけど、ちょっとモザイクとかめんどくさいので髪やってから着替えます。ちょ、髪やります。まず昨日夜12時になった時に興味本位で、まあいないからなって思ったけど、 TikTok のメンション欄見てみたら誕生日おめでとうってやってる子くれてる子がいっぱいいて、めっちゃ嬉しかったですね。ちゃんと動画見て泣きそうになりながら見ました。ちなみに今回うち誕生日プレゼントは遊園地のゲーム、遊園地を作るみたいなゲームなんですよ。プラネットコースターってやつなんですけど、もうずっと前からそれが欲しいって、もう本当に前から小5、6ぐらいからずっと言ってて、でマジでずっと欲しくって言ってたんですけど、うちのパソコンがまだ MacBook でできないって、最近ちょっとね、なんだっけ、なんていうのわかんないんですけど、なんかパソコンが変わってできるようになったらしくって、なのでその説明をどうぞ。まあそうだったので、まあそ、できるようになったというわけで、今回ね、念願のプラネットコースター買ってもらおうかなって思ってますね。マジそれがね、できるって知った時本当にしか。すごいジェットコースターをさ、作ってる人とかいいんじゃん、千と千尋のジェットコースターをさ、再現っていうか作るみたいな空想の世界で、ゲームの世界とか。そういうの本当やってみたいんだよね。テスト終わったら多分それしかやる。あれ確か2016年ぐらいからあるんだよ。なのにめっちゃ綺麗なんだよ。最近こうやって巻いても巻いてもさ、巻きが取れちゃうのなんでだろうっていう。こうやって巻くじゃん、溶かすじゃん。これどんどん巻きがさ、あ、もう取れなかった。もうグリーンってほんと異常に巻いちゃった方がいいのかな。こう中がさ、うねってるからさ。はい、髪が完成したので着替えます。ちょっとお弁当だけ入れちゃいたいと思います。はい、 OK、 トゥイトも OK。 ではちょっと制服映るので、あんまジャージなんですけど映っちゃうので行ってきます。ただいまー。疲れちゃった。はい、というわけで今ね、学校から帰ってきましたー。はい、結構学校とかでも友達にね、お誕生日おめでとうって言ってもらえて嬉しかったですね。はい、というわけで、なんとテスト期間なのにもかかわらず、まあ、ももかチャンネルをよく見てくれてる人ならわかる、まあ、たかし、まあ、私の親友の子なんですけど、その子からいただいたプレゼントちょっと開けたいと思います。嬉しい。ラッシュ、なラッシュのいるものだけど、どうなんだろう。あ、いい匂いする。ちょっと開けてみよう。何これ、超おしゃれなんだけど、何
え、ラッシュ？何なのでしょうか？お弁当？あら！ビューティースリープ、フェイス&ボディマスク。イエーイ。ちょっとマルちゃんに全部言うと。これと、あとバスモじゃない？これ。初めてラッシュバスモもちょっと見てみよう。あ、桃だ！桃かだからじゃない？桃はめっちゃ可愛い！いい、かわいいよ。こんなのなんだ、ラッシュ。ラメがすごい。あ、こういうのをね、こうお風呂に入れて、スマホで撮りながらなんか音楽流すみたいなのありますよね。あー、いい匂い。何の匂いかはちょっと言葉では表せないんですけど、いい匂いですね。じゃあ次、このスマホみたいな薄さのやつ。せー、かわいい。牛？何これ、牛？レインボー牛みたいな、これ。かわいい。これなんだ？トビーズマジックカウ。あー、いい。あー、これ好きな匂い。さっぱりした感じの匂い。あー、好きな匂い。いい匂い。超いい。いやー、これはいいわ。どっちもなんか強すぎない匂い分かってらっしゃる。こちらを今日は、まあ、今日入れちゃう。いや、もったいないんでちょっと考えながら入れます。まあ入れるとしても全部入れない。割りながら少しずつ入れます。というわけで今ちょっとね、学校から帰ってきたのでゆったり休憩します。もう30分ぐらい。で、まあちょっとあれですね、学校から、友達からね、結構 LINE でおめでとうとかいっぱい来たので。感謝します。本当ありがとうございます。あと TikTok とか、まあ、SNS とかでインスタとかでもいろいろあの動画とか写真とか作ってくれた人本当にありがとうございます。本当に嬉しいです。もう本当に泣きそうなの。でちょっと休憩したらテスト前なので勉強します。というわけで現在今4時でございます。というわけで今日はね、夜ご飯食べに行くので、じゃあそれまで、まあ、テスト期間というわけで勉強したいと思います。もうね、小学生の頃はこんな誕生日までで勉強するとは思ってませんでした。でちなみにここはリビングのいつもあのゲーム実況を撮ってるところなんですけど、今日はちょっと気分転換でここでやります。というわけでちょっとお昼寝しちゃったんですけども、行きたい、ちょっと夜ご飯食べたいと思います。で今日はちょっとあの我が家大好き、あの私ももかリクエストの焼肉市場に行きたいと思います。はい、というわけで今焼肉一番着きました。はい、まず見てください、こちら厚切りタン、超美味しそう。こんな分厚いタン食べたことないよ。あ、もう食テロだねこれ。どんどん焼いちゃう。では15歳というわけで、まあ、まだ実際生まれてはないんですけども、乾杯。まあ、ね、中学生になってから11月ってやっぱりテスト期間の日だから、しかも今回一番大事なテスト期間なので頑張ります。めっちゃ柔らかい。噛める。意外とお肉噛めないのが梅なんですよね。ごちそうさまでした。お腹いっぱい、めっちゃ美味しかった。おでんさでマンゴーラッシー飲んでます。めっちゃ美味しい。果実が入ってる。で家帰ります。はい、というわけで今焼肉から帰ってきました。はい、帰ってきてすぐこのあの本日の主役とこれをかぶってますけども、まあね、私これ自分で買ったわけじゃないですよ。これ自分で買ってつけてたらだいぶ痛いんですけど、まあ、これはね、あのママが買ってきたやつですね。はい、こんな感じ。というわけで今日、じゃあもう早速ケーキ食べたいと思います。はい、まあ、いつもはねママに作ってもらってたんですけど、まあ、今回はちょっと私のリクエストでバスキンラビンスのケーキでーす。アイスケーキですね。いや、マジちょっとね、嬉しい。というわけで、そちらがこちらです。そちらがこちらです。初めて、あのね、31のこのアイスケーキを自分の誕生日に買ってもらうのは初めてですね。はい、というわけで、まさかのここからのアフレコ、まあ、ももかチャンネル初のアフレコというわけでお届けします。はい、ちょっとね、緊張しますけども、頑張ります。はい、ケーキです。初めての31ケーキというわけでテンション上がっておりますね。まるちゃん抱っこして、もうまるちゃん興味津々で、ほんと可愛いのよこれが。ちょっとケーキだいぶ白飛びしてますけども、こんな感じで自分でこれ盛り付ける系でしたね。カチューシャが取れてる。でこのなんかマガ玉みたいに開いた時にまるちゃんがビグってなってるのがすごい可愛くて爆笑してます。はい、おめでとうって出ましたね。はい、髪がボッサボサやな。
はい、というわけでこちらが私のケーキですみたいなね。でこれなんかポッピングシャワーとかコットンキャンディー私好きなんですけど、あの今回はまあいろいろ選べるというわけでこのプディングってやつに挑戦してみましたってことを言ってますね。はい、可愛いでしょ。下がクッキー&クリームとストロベリーかな。いただきます。じゃあ一体初のサーティワンケーキというわけでみたいな感じですかね。これツルツル滑っちゃうって言ってる。あーめっちゃ美味しい。いやこれすごい美味しかったですよ。なんかあのうちもともとめちゃくちゃアイスが好きなので、アイスケーキっていうのはしかも結構長持ちするじゃないですか、冷凍できるから。だからもう最高ですねこれは。上のプディングも最高だった。初めて食べたけど超美味しかったです。おすすめ。これは横にシャンメリーがありますね。これはまた買いたいですねって言ってるのかな。はい、でこちらマネージャーさんからのプレゼントですね。え、ポーランド情報って言って、あのユニクロコラボって一瞬思いました。あのユニクロコラボでしか見たことなくて、初ポーランド情報で、なんかリップもらっいただいちゃったんですけど、リップケースって書いてあって、え、ケースだけって思って開けたらちゃんと入ってましたね。マジで嬉しい。超可愛いし、色が本当にドタイプで、見た目も超可愛いし、クマちゃんで。でこれミスト、すごいミストってオシャンティーなもの、そんなにね、すごいこれいい香りでした。ほらシュッ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 って、ほらだから仕上げに吹きかけるってやつですね。あーいい香りっつって、こうやって出るタイプですねって今話してる。ミストの感じがもう本当ありがとうございます。大切に使わせていただきます。あ、ちゃんと振らなきゃダメだったみたいな感じのことを言ってますね今。ありがとうございます。でお手紙もね、あんま詳しいところは見せれないんですけども、皆さんからちょっと寄せ書き的なのをいただいちゃいまして、すごく嬉しかったです。本当ありがとうございます。しっかり読みましたよ。でなんとここでママから突然プレゼントもらっちゃいました。なんかスナイデルだけは読めたんですけど、え、なんか見たことあるけどこれ何だったっけってなって、なんとジェラートピケ、ジェラピケのセットアップパジャマ、やばいよね。しかもだいぶもっこもこしてるやつ、やばいよこれ、超かわいい。ママがアウトレットで買ってきてくれました。超かわいくない？ちょうどジェラピケのセットアップのもっこもこの冬に着れるようなあったかいパジャマ欲しいって話をしてたら、なんとちょっと もらっちゃいました。めっちゃいいお値段するじゃないですか。だからちょっとね嬉しすぎました。でお風呂入ってきますって言ってます。行ってきます。でお風呂から出たんですけど、こんな感じで来ましたって、結構オーバーサイズで下はぴっちりした感じのズボンでしたね。はい、スキンケア完成。もうちょっとね時間がないんで、もうねあれニキビもそんなひどくないんで薬は塗りません。勉強やります。ではちょっと寝るまで頑張ります。部屋でやろうとも思ったんですけど、ちょっと今日はねリビングがいいのであったかいし、ここであります。今社会公民なんですけど、ぜひなんか公民のいい勉強法とかあったら教えてください。マジ公民むずい、しんぬ。というわけで今終わって、もう時間割り、明日の時間割りもしたので、もう歯磨きして寝たいと思います。はい、というわけで今回は私ももかの、まあ、生きて15年目の、まあ、15回目の誕生日というわけで、そんな誕生日の1日に密着しました。いかがだったでしょうか。まあ、今回はね結構テスト期間とかで受験生っていうのもあったりして、まあ、そんなザ誕生日会みたいなのはできなかったんですけど、たまにはこんなのもねいいんじゃないかなって思います。で、ちなみに誕生日当日の動画は一緒にお勉強動画だったんですけども、そちらの動画の方もコメント欄にもねたくさんのお祝いのメッセージいただきました。本当にありがとうございます。それだけじゃなくて SNS のインスタとか TikTok とかも本当にいろいろね、あの動画とか作ってくれたり、本当にありがとうございます。マジで嬉しいです。また来年の誕生日もね祝ってあげてって思われるようにね頑張りたいので、ぜひよろしくお願いします。というわけで皆様、明日は私普通に学校なので寝たいと思います。もらったジラピケのパジャマで寝ます。